たよ、女の子。まあ、スマイルアイスのことじゃないけただいま、2つの組を結んでおりました見合い縄は配置されております、この見合い縄は配膳前に収められます。ただいま、2つの組を結んでいました見合い縄が配置されております。ただいま、両巻き焼きによりまして、包みの前に強めの塩が巻かれております。そして、新男放射殺人に対しても清めの塩がまかれております。ただいま清めの塩がまかれております。これより救急検証者の手により救急の実施が執り行われます。蕎麦の火祭りは救急士によって生まれました小さな火を次第に大きな炎にして海に転化します。この火を作る重要な儀式を救急の伝承者が執り行っております。古くからの言い伝えを守り火祭りの火にこだわり救急士による火種作りをここで再現しております。この作業こそ文化財に値するものだと思います。ただいま地域の伝承者による火起こし作業が行われております。ただいま臨時人間調査により臨時の物資が取り行われております。現在、臨時市伝承者により臨時の儀式が執り行われております。
元に GTC により点火されました。これより横り門より国へと点火されていきます。国に点火されますと周りが非常に暑くなりますので、近くの方は警備担当者の指示に従い足元に十分気をつけてお下がりください。怪我のないようにお願いいたします。手組みの上に火がついて燃えましたら、当事者の皆さん万歳をお願いいたします。順調に火が立ち上っております。公平な火がつきました。公平まで火がつきました。当事者の皆さん万歳をお願いします。この火祭りは、国民の燃え具合により、一年の包丁、気候、農作物の種の巻き殻などを占います。国民がよく燃えているときは、晴れが多いと言われております。また、煙っている場合は、雨が多いとも言われております。皆様方のお耳にパンパンと音が聞こえたと思いますが、これは青竹が、膨張して跳ねる音でございます。この青竹が跳ねる音が水の奥まで響くときは雷が多いときとも言われております。この後、一の棒の太鼓の合図により新男が松の方でできました湯水道をつぐみに差し込んでよく燃えるように言っています。このことから先ほど点火しました松の棒をゆっくり棒と呼んでおります。一の棒は小読みで言いますと6月でございます。二の棒は9月、三の棒は12月となっております。また次には2年から境地茶屋までの高さが12冊、ゆっくり棒も先端を除き12冊、次には12冊は火の粉は下に払ってください。火の粉は下に払ってください。